あまり良くなかったんですけど、その後修正してしっかりディフェンスの強度を高めてオフェンスに点数をつなげられた時間が長かったので、全体的に90点超えの数字を残すことができたと思います。いつも応援ありがとうございます。2024年もたくさんの応援よろしくお願いします。2024年も変わらず強気に攻守ともに頑張ります。今日の試合は出だしからしっかりディフェンスとリバウンドを頑張って、全員でアグレッシブに攻めながら富士通らしいバスケットを展開することができたのが勝因だと思います。3000得点の時に自分たち負けゲームだったんで、今日300試合達成する時にちゃんと勝ちゲームできて、そこは良かったです。声出し応援が OK になって、富士通ファンの皆さんの熱い声援が私自身に届いてますし、本当にファンの方々のために頑張ろうっていう思いがすごくパワーになっていて、本当に感謝しかないです。2024年もしっかり頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。